やばい、びしょびしょなんだけど、君たちね。船長、胸のタイミングがびしょびしょなんですけど、マジで。びっとびたなんだけど、君たち。指突っ込んでみる？君たち。ん？あ、ダメダメ。こんな、ねえ、ことを言っちゃいけないんでした。臭そう。臭くないもん！言ったっけど、フローラルですか？君たちに一個ね、教えてあげる。これは女のライフハック。あのね、あ、でもどうかな。やっぱ教えてあげなーい。教えてあげない。でもね、おっぱいはね、そんなにね、臭くなんないんだよ。君たち、一個教えといてあげる。うん、詳しくは教えてあげないけど。汗臭い？臭くないって、ほんとほんと。もうしょうがないから教えるか、じゃあ。あのね、まず、下着がね、いい匂いなんだよ。まず。で、普通の服と違ってぴったりくっついてるからね、そのね、柔軟剤の匂いが移ってなんかいい匂いなんだよね。おっぱいって。そうなんだよ、君たち。だから全然臭くないからね、おっぱいって。これはね、マジ。これマジ。うん。柔軟剤の匂いじゃん。うるせえ！海に突き落とすぞ、てめえ、マジで。メンバー入ってれば許されると思ってんじゃない？マジで。メンバー入ってると容赦なく船長はケツにアンカーぶち込んで海に沈めるからな。船長に口答えしてんじゃねえ？マジで。覚悟しとけよ、ほんと。